公祝皇后終士公祝皇后は、民の第六代、第八代皇帝である英宗の機秘で、第九代皇帝聖神門の聖母、聖神門の即位後に皇太后とされた。聖は修氏。順天府昌平県の農家の出身で、修能と剣士の次女として生まれた。はじめ、高級の次女を務めた。後に英宗と関係して、貧となり、三人の子供が生まれた。 英宗の伏壁後、奇妃の位を授けられた。英宗は仙皇后との間に子供ができず、周期妃との間に明美神が生まれると、周期妃は皇太子の聖母として絶大な影響力を誇った。英宗の没後、周期妃は皇太后の地位をめぐって仙皇后と対立し、聖火4年に仙皇后が死去すると英宗の異名だった合葬に徹底して反対した。 結局、聖神門が終始を説得して合奏こそできなかったがその近くに埋葬している。先皇后の死後は皇太后として影響力を振るった。聖神門の喜妃である万喜妃が他の日に嫉妬して巫女を次々と暗殺すると生き残っていた主優を万喜妃の手から守った。聖神門が死去して皇子門が即位すると太子皇太后として牽制を保った。 工事17年に死去した。ありがとうございます。